チュールどうぞ。人間さんチュールなの。はい、どうぞ。めっちゃ食べるやん。おいしい、そんな。普通の人参よりおいしい。早っ。あ、あそこにいるのはまりちゃんだ。やっほー、おはよう。私自由席乗ってた。あ、指定席やった。指定席。え、ちょっと待って、ここまで来ないかな。まりちゃん、また後でね。まるちゃんは指定席で4号車みたい。私はね、自由席なんで1から乗ります。頑張れまるちゃん。ちょっと途中下車でまるちゃんとランチします。イエイ。お、都会だやん。都会だやんってなんや。え、タコが有名な。ようこそタコの街って書いてる。三原駅です。今からね、広島焼きかな、お好み焼き食べに行きます。着いた。お好み焼きてっちゃん、なんかね、なんだっけあれ、食べログか、食べログでこの駅のランチで1位だった。まだ11時20分なのに30分以上待ち時間がある。周りね、全然人がいないのにここだけすごい人気店です。めっちゃ安いけど、この値段はね、なんかトッピング何もなさそう。何しようか悩むね。無断焼きにうどんは食べたことない。これはレア。広島では普通なんかな。広島の友達はね、うどんが通って言ってた。うどん珍しい。美味しそう。うどんにした。初うどん無断焼き、ありがとうございます。ごちそうさまでした。おやつ。8時11分が乗るやつ。40分待ち。なんか南国チックやな。めっちゃ綺麗。青い空。綺麗空。青い空。
famous for rabbits. Thank you. 着いた着いた。あ、可愛い。ただの海。読み方わからなくて中海駅って検索したら出てこなかった。ただの海駅に着いて、今からね船乗るところに向かってます。いい天気。100円。なんか大きい船来た。あれかな？あれじゃなくて、あれかな？ありがとうございます。これ帰りの分です。あれも島や。うん。あそこかな？目の前や。ウサギいるね、もういるいる。あのバスか、座れるんかな。圧迫されてる。やれているこの島はホテルで受付してきました。またね、バスに乗ってキャンプ場まで行きます。自分で開け閉めします。いたいた。先にエズミンが到着してる。こんにちは。エサ持ってきた？持ってきた。人参切ってきたで。キャンプ場着きました。もうね、すでにね3時を過ぎてるので、今からねちゃちゃっと設営しようと思います。撮影完成です。すっごいいい景色です。目の前に瀬戸内海。ここ全然木がないので、太陽が出るとね結構暑いらしいんですけど、今日はね若干曇ったり晴れたり、今ちょっと曇ってますね。タープがなくてもね全然大丈夫そうです。あ、ウサちゃんいる。今日のテントもニーモのドラゴンフライバイクパック 2P です。 2P 2人用っていうだけあって、中めっちゃ広いし、重さもね 1.3 キロ弱とね、めちゃくちゃ軽量のテントで、これ以外徒歩キャンプに持っていけないっていう感じですね。もっとさらに軽量のテントちょっと狙ってたりするんですけど、やっぱりそうなるとちょっと中がね狭いですよね。このね重さでこの広さは本当最強です。イズミンとマリちゃん、ここね1サイト 10m×10m ある上に、サイトとサイトの間もねなんか 2,3 メートルね隙間があるので、すごい離れてますね。今日はそれぞれソロキャンプです。持ってきたものはサーマレストのクッションに、ベルクロートのテーブルです。サボッタのハッピーストーブっていうちっちゃな焚き火台です。ここはねクーラーバッグだったりジャケットとかバックパックとかガスとかね、もろもろ入れてます。中もこんな感じ、いつもと一緒ですね。サーマレストのネオエア X サーモっていうエアマットに、ナンガのオーロラライト450 3シーズン用ですね。下のこのグレーのやつはエバニューの100センチのトレイルマット引いてます。今日はねもうさすがに5月半ばなので、
ダウンパンツは持ってきたんですけど、ダウンジャケットは持ってきませんでした。その代わりね、一応フリースの長袖の服を持ってきてます。このナンガのねエコバッグに、広島に2泊3日じゃないわ、3泊4日するので、着替えとかトリートメントとかお泊まり道具とか入ってます。照明はね、今日はルーメナーとゴールゼロ。食べ物減らしたくって、こういうフリーズドライ、登山の時とかにね持っていくような食材も持ってきました。こんな感じでね、今日もトログルソロキャンプやっていこうと思います。うさちゃんにご飯あげよ。うさぎ用チュールと人参切ってきたのと、あとねリンゴのカットもコンビニで買ったやつ持ってきているんだけど、食べてくれるかな。はいどうぞ、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 はいどうぞ。チュールもね、あげてみようかなって思います。チュール食べるかな。はい、どうぞ。チュールチュール、チャーチュー食べるね。これチュールなの、人間さんチュールなの。おいしい、おいしいですか。かわいいね。待ってね、チュール2本目いくよ。はいはい、はいどうぞ、はいどうぞ。めっちゃ食べるやん。おいしい、そんな普通の人参よりおいしい。チュール瞬殺、おいしかったね、よかったね。風の吹く日は涙の化石をいくつも並べて心に思う、悲しかったこと、誰かに悲しい思いをさせたこと、いい格好してるやろ。似合ってんで。え？似合ってる。やったね。めっちゃ波の音聞こえて心地いい。もう海に来たって感じ。沖縄やんね。あまあ沖縄。でも沖縄じゃなくていいぐらいじゃない。いやでも見ても瀬戸内海。目の前な。見て、山山山山山。あっちちょっと四国だよ。さあ巻き割ろう。割るって言っても。薪が少ないからね。今日はね、イズミンとマルちゃんと薪を一束ね、シェアしました。焚き火料理するわけじゃないから、少なめのね、薪で、ちょっと焚き火を楽しもうと思います。ちょっとノコギリで切れ目入れたら割れそうなんです。やよく乾燥してそうやからすぐ燃えそう。これね、この間の琵琶湖で薪切った時からなんかこんな汚れがついて、特に洗ったとか磨いたりとかはしてないんですけど、拭いてみたけど全然取れなかった。モーラナイフで料理はしないので薪専用やからいいかなと思って、焚き付けにね最初何本か細いのあれば。意外と割れる、こんなんでも。なんか巻き割り楽しくなっちゃってすごい細かくバトリングしちゃった。巻きの量少ないかなと思ったけど、こんだけ細かく割ったらボリュームが出ました。なんかこういう人いそう。
早速ご飯を作っていくんですけど、今日はねもうこのセブンイレブンのハンバーグ与えるだけです。食材のね荷物も軽くしたいっていうのもあったし、ここのキャンプ場ねゴミが持ち帰りなんですよ。なのでね帰りのゴミを最低限にするためにもこういうのを買ってきました。これをねスキレットで温めながら焼いていこうと思います。あれチーズもあるの、これ油か、チーズじゃなくて油ですね。油の塊や。あと卵、ハンバーグの横で焼きます。ちょっと蒸し焼き、風があるから風防した方が良かったかも。風防を実は新調しました。まあノーブランドというか中華製の安いやつなんですけど、前はね約倍ぐらいの長さがあって、重さも倍ぐらいあったのかな。高さがそんなにないやつだけどすんごい軽いんですよね。これをちょっと、これでも十分なのかな、十分かわかんないけど。あ、ハンバーグのいい匂い。ハンバーグだけで物足りなかったらフリーズドライの乳麺食べようと思います。これがご飯の代わり。果たしてこの背の低い風貌は意味があるのか。木のとこまで高さ届いてないよねこれ。意味ないかも。あれお、いい感じ。ほんとこのスキレット油引かなくてもね全然ひっつかなくて素敵。この横にサラダを盛り付けていく。彩りからのちゃんとドレッシングも買ってきてる。うまそう。簡単コンビニ飯やけど。お腹減った。いただきます。うまっ。ごちそうさまでした。腹8分目いや言ってないな、7分目ぐらい。これ作ります。お湯沸かすだけやけど。にゅーめん、よっ、ほぐすほぐす、完成。なんかお味噌汁みたい。にゅーめんだからお味噌汁で合ってるのか。いただきます。あったまりそう。うん、おいしい。アマノフーズのフリーズドライめっちゃ美味しいんですよね。超熱々、美味しい。綺麗にね、ふきふきしました。ごちそうさまでした。ごちそうさましてるけどまだね、もみじまんじゅうも食べます。お酒も飲みます。もうちょっとね、真っ暗になったらね焚き火をしようと思います。ふっふっふっふ。セルフライト、ライト引っ掛けるとこがテントぐらいしかないからセルフライトしてます。今ねご飯食べ終わってもう暗くなったので今から焚き火しようと思うんですけど、前半の動画はここまでです。今回もね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の後編でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。明るっ。